グライダーが見たくて、ここで待つようになりました。ほとんど毎日来てたけど、ウインチが壊れてしばらく飛べなかったのよね。それからしばらくして、あれは夏休みの終わりくらいだったと思います。家で嫌なことがあって、私ここに一晩中隠れてたんです。気がつくと窓から光が差してて、外に出てみたら明け方の空にすごく綺麗な雲が浮かんでました。紫とピンクの空に筆で描いたみたいな一筋の雲が浮かんでて、夜ちゃんと一緒に見てました。そしたらそこへ、グライダーが飛んでました。見てたんだ、あの時。あの時はまだそれがグライダーってことすらよく分かってなかったですけどね。ヤルちゃんに教えてもらって、それで分かって。でもずっと見てました。不思議な雲が消えるまでずっと。それが理由なの？はい、私、自分に何ができるとか何がしたいのかとかまだよく分かってないけど、でもいても立ってもいられないんです。あの日見た光景が忘れられないんです。小鳥。あなたしかいないわ、うちの新入部員になれるのは。ようこそソアリング部へ。鳥もないし。
の作業がそうってわけじゃないしね。皆さんが？ええ、何の問題もないわ。ここを貸してもらえるだけでもお釣りが来るくらい助かっちゃうし。それに共犯に来ちゃえば秘密をバラされる心配もないしね。私は入らないから。ここが私たちの部屋ですか？ヨルちゃんヨルちゃん、私たちの部屋だよ。すまん。デカブツがどいても狭い部屋は狭いわね。広すぎるよりは狭い方が落ち着くよ。ほら見て見て、ヨルちゃん、隅っこ。私好きでした。パパの部屋みたいな匂いがするとか言ってたもんね。言っちゃダメだよ、ヨルち
はい。お邪魔します。おお、やっと片付いたんだね。お隣に住んでるものです。これお裾分け。どうぞよろしくお願いします。かなこさん、はいよ。こちらこそよろしくね。私は貸すとは言ってないので。こんにちは、かなこさん。やけにご機嫌ね。えへー、ちょっとね、うちの寮に新しい子が来たんだけどさ。例の水瀬葵が寮母を務めているという不純な寮に。そうそう、そのいかがわしい寮に。すごい可愛い子なんだけどさ、うまくなじめないみたいで心配してたんだよ。でもやっと打ち解けてきたみたいで